岡山市東区の正田サッカー場で今日午前練習を公開したファジアーノ。コロナ禍で取りやめていたファンサービスが今日から再開となりました。大勢のサポーターが詰めかけています。練習後、サポーターに向けて選手がサインをしたり写真撮影に応じたりと、3年3ヶ月ぶりにコロナ禍前の光景が戻りました。待ちに待ったって感じですね。触れ合える機会ないですもんね。再会で嬉しいです。はい、頑張ってほしいです。この間のゴールすごかったです。やっぱり変わりません。ナイスゴール。Yeah, it's good. I wish we could have been doing this earlier. Obviously, because of COVID, we weren't allowed to. So I think the supporters come to watch our training, and we need to make sure that we take photos and sign stuff. Because without the supporters, then there's no football. ファジアーノの練習場でのファンサービスは当面は平日の練習公開日のみ行うということです。